もうどれくらい。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？忙しいです、忙しいです。兄さんも忙しい、俺も忙しい。もう帰らなきゃ、帰らなきゃ。はい、こんにちは、すいません。はい、はい、こんにちは。今週もよろしくお願いします。今日はあの半分出演拒否を考えたんですけれども、まあ挨拶だけということだったので、承諾させていただきました。ちょっと時間がだいぶ押し迫っておりまして、今日は僕ではなくて石原スポーツさんの方がもう大忙しでですね。そう、皆さんご存知ですけどね、もう店が全く開かなくてですね、もう大変でございました。じいさん待たしちゃってすいませんでした。本当です、もう3時間ぐらい待ちました。あ、それでも、はい、ということでございまして、まあ、なんせ時間が今日はなさすぎまして、はい、もう本当にごめんなさいのお話だけですので、今日はもう AT さん指名しますので、AT の部屋にもちょっと上手に、ではもうだから僕がこの後 AT の部屋へどうぞって言ったら、うん、もう AT の部屋に行くような感じで、あら、いきなり代打、いきなり代打ですね。あら、でも今日は僕が悪いんじゃないです。僕が悪くないです。そうね、そうね、はい、が悪いです。申し訳ないです。今日はすっが悪いですね。まあしょうがないですね、うん、あの学生の、将来を担ってる役割もございますからね。はいはい、私まあまあ、うん、そうですね、はい、はい、僕はまあどうでもいいんですけど、はい、はい、ということでございまして、すいません、本当に時間がありませんので、これで今日はだから僕の出演拒否というよりはもう本当に事情が重なってしまって AT の部屋へということですので、では皆さん AT の部屋へ。いや、智之のせいでしょ、智之のせいでしょ。智之はダメです。智之のせいで帰るんでしょ。智之のせいじゃないです、広島が悪いです、はい、ごめんなさい、一言だけいいですか？いいですよ。ランディさん、先日火曜日、はい、何かったの？1勝目勝ったの、おめでとうございます。よかった、おめでとうございました。さぞ嬉しかったと思います。でもそれ励ましてるの？腐してるの？いやいや、だって去年の9月以降なんてもう僕ボロッカス言われましたから。あ、そっか、はい、あ、そりゃそうだね、はい、あ、そりゃそういうもんだ。で、うん、9でしたっけ、はい、結果的に、うんうん、で1回勝ってまた次延長戦で負けたんですけど。あ、そうなんだ、はい、へ、それ見てたんですよ僕、ベイの応援で。よく見てるな、はい、他のチームもチェックするんだ。あ、しますよ。あ、戦力分析しなくてもない。あ、そうです、そうです。で、大城に全部伝えなかんので。あ、だからごめんなさい、今タイガースで4番打たれてる方の、はいはい、データも全部僕持ってるんで、全部大城に伝えてます。あ、はい、じゃあ打てないね。打てないです、ピッチャーがちゃんと投げればですけどね。あ、はい、だから、バカな外人とか、バカとか言っちゃダメ。あ、ですか。ウンドリア投法の日本人とか、うん、そういうもう俺なんかコントロールいらねえぜってやってるやつ以外は打ち取れます。僕の言う通り大城がサイン出すんで。あ、はい、大城さんちゃんと聞いてますか？あ、大城聞いてますね。この前だから阪神戦の時は一回だからアンポンがそこはダメだよって言ってるところに投げてフェンチョク打たれたのがあったんですけど、あとは全部きちっと抑えてると思いますね。小林さんとちゃんと情報共感できてるんですか？あ、で、ちゃんと政治とちゃんとやれって言ってあります。でキャプテンでしょ？そうです。で、ランディさん、心配しないでくださいね。まだ始まったばっかですから、まあいろいろこれが終盤にこれだとマジできついんですよ。マジできついです、うん、なんですけど、うん、まだまだ全然取り返せる状況にはあると思います。まだ分からないです、終盤になったら、うん、立場逆かもしれないよ。もちろんです、うん、ただ心配な部分はめちゃめちゃ僕持ってますけどね。フラットな目で考えて、あ、野球を知るプロを特に見てきたものとして、うん、めちゃくちゃ心配してる部分は大いにありますけれども、怪我人出るとね、うん、まあ、でも巨人は選手が熱いから、怪我人出ても大丈夫、ね、いや、ダメです、ダメです。結局みんなそうやって言うんですけど、ジャイアンツで言ったら坂本丸で、今年と中田翔なんですけど、うん、はいはいはい、まあ隼人が一つ年上で丸と中田翔が一個下なんですけど、丸さん年上下なの？下です、一個下です。でそこに友幸もいるんですけど、あ、まあ、で今言った隼人、うん、丸翔、うん、で今のジャイアンツだと誰か一人が絶不調になった場合、はい、他でカバーしようと思いますから。あ、だから岡本和真はちょっともう別口なんですけど、あ、そうすると一気にきつくなります。そういうことか、はい、なので、でみんな年齢が30いってますから。そうですね、そうなんですよ。だからこれが一気にガタってきちゃうと、でカバーしようと思って今度またここで疲弊して疲弊してってやっていくので、少しずつこう休ませながら今のうちにやっていくのは今年ジャイアンツやってるんで、さすがだなとは思ってますけど、はい、そんなこんなで皆さん
この後は AT の部屋でお楽しみください。競馬どうだったの？本当、はい、競馬どうだったの？当たったの？ですね、あの結論は外れました。2着のレイパパレっていう馬を買ってなかったので、はい、ただ逃げ馬でしょ？逃げ馬じゃなかったっけ言ってたの？あ、先行馬が先行してって言ってなかったっけ？あの逃げるやつがもしかしたらって、うん、ただその当日の馬場状態とかですね、もろもろの事情を考えて1番人気は僕全部蹴飛ばしたんで、そういう人間ですから、怪しいと少しでも思ったら蹴飛ばすっていうマイルールがあるもんですから、うんうん、蹴飛ばしておきました、うん、そしたら本当に来なかったんですけど、ただレイパパレに来られちゃったんでダメでした。レイパパレっていう馬の名前なんです。はい、まあちょっと本当ダメなんですよ、はい、応援に行かないといけないので、はい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 、すいませんでした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、すいません。それでは皆さん、この春より、新天地で頑張っていらっしゃるの AT の部屋へ行ってらっしゃい、どうぞ。そして僕とはさようなら。ありがとうございました。いい帽子ですね。これですか。はい、これちょっと わざとあれ、うん、ファンクラブなのかな。ファンクラブの人僕ら持ってないぞ。まあ僕だけ特別なそういう世の中の事情がございます。いや、ファンの皆さんすいません、これ見本ですから。見本で今お貸ししただけですからね。いやいや、もうもう売ってないですか、これは。もういろんなパターンでこれぐらい怒られちゃうよ。楽勝似合うじゃないですか、その色。本当ですか。オレンジじゃないよ。そうですね、これもまたこういう色でいいんじゃないかなと思うんですけど、今度ゆうちゃんさんグランドで会いましょうね。はい、お願いします。はい、じゃあちょっともう